エッジコム軍はアメリカが州国のオスカロライナ州の中央部北東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は56,552人であり、2000年の55,606人から1.7%増加した。軍庁所在地はターボロ町であり、同軍で、エッジコム軍はロッキーマウント大都市圏に属している。 エッジコム軍は1741年にバーティ軍から分離して設立された。軍名は1741年から1742年までイギリスの議会議員を務め財務大臣となり、1742年には初代エッジカム男爵に上されたリチャード・エッジカムにちなんで名付けられた。1746年、エッジコム軍の一部が グランビル軍となり、1758年には別の部分がハリファックス軍に、1777年にはまた別の部分がナッシュ軍になった。1855年、エッジコム軍、ジョンストン軍、ナッシュ軍、ウェイン軍のそれぞれ部分を合わせて、ウィルソン軍が設立された。エッジコム軍は現在の大きさになった。エッジコム軍の昔は、 タスカローラ族インディアンが住んでいた。その大半は18世紀に現在のニューヨーク州に移住したが、その子孫が現在も軍内のいくつかの部分に住んでいる。エッジコム軍は地域自治体の組織であるアッパーコースタル・プレーン自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は507平方マイルであり、このうち陸地505平方マイル。 水域は2平方マイルで、水域率は0.31%である。エッジコム群は14の群区に分割され、それぞれ番号が付けられている。第1群区はターボロ、第2群区はロワー,ーコーン島、第3群区はアッパーコーン島、第4群区はディープクリーク、第5群区はロワー,ーフィッシングクリーク、第6群区はアッパーフィッシングクリーク、第7群区は スイフトクリーク、第8軍区はスパータ、第9軍区はオッタークリーク、第10軍区はロワー,ータウンクリーク、第11軍区はウォルナットクリーク、第12軍区はロッキーマウント、第13軍区はコーキー、第14軍区はアッパータウンクリークである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。エッジコム軍の自治体と、 軍区エッジコム軍公共教育学区には幼稚園前から12年生まで15の学校がある。高校5校、中学校4校、小学校6校である。元エッジコム軍教育学区とターボロシティ教育学区が1993年に合併して現在の形になった。軍内にはエッジコムコミュニティカレッジがあり、ターボロとロッキーマウントの2つのキャンパスがある。 ありがとうございます。